でも、じゃあ、クスイスさんいきますか。はい。はい、じゃあ、じゃあ、なんだっけ。ワースト賞、お願いします。はい、じゃあ、ウィッシュ。おお、好きです。おお、まあ、好きそうですけど。いや、好きなんですよ、私。ディズニー映画のパーッとしたやつ好きで、うん、絶対やったら見に行くって決めてるんですよ。うん、はい。で、今まで全部面白かったんですよ。ウィッシュは別に面白かったんですけど、はい、なんかその、しかもディズニーが100周年の記念、はいはい、記念的なね。だからもう、佐渡勝ちみたいな。まあ、ハードル上がってますね。はい、気持ちで。もともと好きだったっていうので、行って、で、実際、いい子を見てて、いい意味での、なんかこう、ワーストっていうのは、なんか、悪役のその王様が、福山雅治なんですけど、いや、福山やんみたいな。何か出てこないってみたいな、急に見たくなってきたな、面白すぎて、もうそっから全然全然なってこなくて、しかもその歌も日本語訳してるからやっぱりその歌詞がダサくなるわけじゃないですか。いや、まあまあまあ、ディズニーあるある、伝えやすくなる、はい、でも本当にもうその歌がもうせっこり面白くて、はい、その見た後の感想が結構今までディズニー私はピュアな心で見てるので、はい、なんかこう響くものがあるんですけど、とか誰かに共感したとかあるんですけど、はい、福山おもろい、福山おもろい、楽しんでるね、好きなんですよ、福山おもろい、全然好きなんですけど、なんかそこに出てくると違うじゃないですか、はいはいはい、っていうので、なんかこうなんかワースト、まあそのじゃあこれはウィッシュというよりは福山雅治ってことで、でも話の全体の感じでも、うん、今までこう見てた、期待をしていったディズニー映画の中では超えてこなかったです。結構、希望的な映画とも言われてたりする。そうです。だから、その100周年としてはいいんですよね。その、ね、願い、ディズニー映画の意味わかんないみたいな、その、願い、願うことが大事だっていう、だからその100周年としてはテーマとしていいんだけど、やっぱこういう人間には、明るすぎるテーマというか。ということで、じゃあ、ラストをお願いします。はい。キリエの歌です。おー。なんか、見た当時、ポストで結構騒いでなかった。よかったみたいな。いや、なんか、監督はすごく好きなんですよね。うん、スワローテールとか、はい、リリー指数のすべてとか、撮ってる監督なので、すごい強い心理監督なんですけど、その、本当に嫌いな映画、嫌いな映画っていうか、まあ、好きなんですけど、うん、ちょっと嫌いになっちゃったら、でもこれは愛も込めてだと思う。なぜ嫌いなんですか？なんでだろう、その、まあ、登場人物も何やってるのか全然わかんないし、うん、その、スワローテールと同じ構成っていうか、うん、売り方も同じで、結局、うん、アイナ・ジ・エンドがいるんで、はいはい、映画終わった後に M ステ出て、で映画盛り上がるみたいな、なんか当時もそういう感じ、イエンタウンバンドとか、ね、イエンタウンバンドとか形見せられて、なんかじゃある意味変わってないってことですか？そうだから彼って進化してたのにもうまた戻ったんだと思って、その原点回帰した。そう、でもそれがなんかこう受け入れられなかった。3時間もあったし、なんか今日長い、すごく見たくなくなりましたね。まあ、なんか今後見ることねえな。だってウィッシュはすごい見たいです。マサハブは見たいです。で、ね、私の、ワースト賞は、人生に積んだ元アイドルは赤の谷を選択をしたです。いや、もうぶっちぎりです。ぶっちぎり、いやマジ見てよかったと思いました。で、予告編を見てマジ面白くなさそうだなと思って、期待通りということでね。いやー、よかったね。ゴジラの余韻を全部消したという、全部消しましたね。それでよかった。ゴジラすごすぎたんだけど、でも面白そうではありますよね。だって、井浦新さんがおじさん、うん、まあ、それがまずありえないじゃないですか。確かに赤の他人のおっさんで、おっさんと住むのかちゃ井浦新、いや、おかしい、かっこいいじゃないですか。いいじゃんって感じで、こんなにぼさっとしててもかっこいいですもんね。いいじゃんって思うし、残高10万円なんです、もう知りたいです、おかしい、残高10万円もあるじゃないですか。どんどんこみたいな本当ですね。今日一綺麗よ。だから今何をお前はまったれとんじゃということですよね。だから積んでないんですね。積めと積み切ってない。積み切ってない、積めてない。ああ、なるほどね。その積めてなさがすごく良かった。だからそれは予告編で、うん、積めてないぞ積めてないぞって思ったんですけど、本当に積めてなかったっていうところが
確かに全然そのよりしてないですよね、詰めてないものに対して、うん、だってなんだか10万でアクタリイグラルってどんな、どう全然どんな特徴なのでないもの、あれは実はなんだよね、実はベースですから、うん、SND をベースだったっけ、そうそうそう、だから、まあ、元アイドルで要はきらびやかなねすごい世界と思いきやというところを見せたいというところなんだけど、だから多分ね、本を読んでたりとかしたらまた別だと思うんですよ。その、おそらくブログとかで、人となりをもっと知ることができるんですけど、その、元アイドルの話のアイドルのシーンもないですから、だから、この人が元々どういうくらいきらびやかだったのかが全くないんですね。でまあ、本読んでたらわかるかもしれないですけど、まあそこを深川麻衣さん。俺、マイアンは大好き、マイアンズか、聖母ね、大好きなわけですね。その大好きな俺が見て、やばいなと思った。でも、お芝居とかそういうのがダメとか、それも全くないんですけど、ただ、多分演出とかなのかちょっとわかんないんですけど、一番あって思ったシーンが、あの、女友達がいるんです。女友達が 3人くらいいて、はい、あの、女社長をしている友達と、女優さんを目指したんだけど、結局は、まあ、諦めて結婚を、諦めてですか、結婚して諦めることになったっていう、今、幸せだっていう。この3人がいてですね、そいつらの会話、まあ面白くないですね。ああ。でもね、もうね、一番面白くない会話を女性同士のやつを聞かされると、長々と。で、その後にちょっと軽く酔っ払っちゃった状態で、なんか橋の欄干かとかに行って、幸せになりたーいって言うんですね。あたしもーって言うんですね。あれ、まんまやるんですね。この瞬間、マジゴジラ超えてきたんですね。っていうぐらいの、でもその辺もね、ちょっと見たいって思って、で、イラ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 しながらも、でも癒しのシーンもあって、それはお家にいるシーンなんですよ。うん、はい。井浦新と、その主人公の深川麻衣さんのシーンがすっごい、ほんとにつまらくほっこりできるんですよ、あの二人のやりとりが。安心感、だから早く家帰れよと思って、この歌と喋ってないとみたいな。で、家帰ってくれると、井浦新さん、おじさんが待ってくれてて、そのおじさんもいいおじさんなんですね。へぇー。ねっていう。いいシーンもじゃあ。もちろん、いいシーンもあります。あ、そうなんですね。ね、ということで、思い出に残るいい映画見たかった。して、はい、積んどるといます。さあ、ワーストショー。ワーストショー、みんな思い入れが強いんですけどね。まあ、ウィッシュか積んどるどっちかですね。そうしましょう。ちょっと、ウィッシュ気になるね、福山さんね。ね、やっぱちょっと盛り上がりで、ウィッシュ良かったかな。ウィッシュ見ますか、これ見たくなったという意味だもんね、はい、そうですね、確かに、はい、じゃあワースト映画大賞は福山さんウィッシュ性的に思わせるんですかすごいですね、あ今だってあの花が咲くおかげ、あ確かに、あ出てるね、あの歌の主題歌、あ主題歌か、その劇その映画館で流れてる声が同じ人とは思えないで、まさか悪役のね、マジで本当に聞いてほしいんだよな、でも完全無欠の悪役みたいな、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、でもワーストショーいいですね、ジュラシックワールドに続いてウィッシュとか格がありますね本当に本当に、まあ、全然ね、高岡さんみたいなのでもありますけどね、はい、ではじゃあ主演男優賞を来たね、はい、はい、主要部門行きましょうか、主演男優賞で涌水さん、はい、いかがでしょうか、大泉洋さんです、おおこんにちは、母さん、おちょこ、自分でもって感じなんですけど、いやあのこんにちは、母さんはもちろんというか全然あの、うん、ベスト10には入ってない、そう20分の17位なんですけど、武田君その間気持ち悪いとか言ってたもんね、気持ち悪いっていうか、うん、あのちょっと受けられない部分がありましたね、いや、はい、それが分かるんですけど、作品としては分かるんです、その武田さんが言った受け入れられなさっていうのが分かるんですよ、うんうん、ストーリーとしては、でも、で私もなんかなるほどねって思いながら見てたんですけど、それでもあの大画面で見る大泉洋の、はい、まあ、声とか、うん、間とか、あなんかその役、まあ、大泉洋だよなっていう、なんかすごい良かったんですよね、なんかそのかっこ悪いんだけどかっこいいお父さんっていうのがすごいこうグッときて、話全体としてはちょっとえっていうところはあるんですよ、あるんですけど、その主演男優賞としては大泉洋がすごい結構良かった、あでもこれは本家のアカデミー賞でもあるよね、本家には飲めてたりじゃないけど、そうそうそう、そうそう、主演男優賞だけど、その俳優さんで持っていったみたいなね、映画も全然ありますから、これはね、はい、これはいい、うん、いいとこついてきたいいですね、
では、平見さん、はい、主演男優賞お願いします。はい、エゴイストの鈴木亮平さんです。エゴイスト、あ、はい、男性同士のね。あ、そうです。はいはい。例えばゲイカルチャーみたいなところの、実際そういう人たちを描いてるんですけども、うん、その本当にそういう人にしか見えなかった、うん、あの鈴木亮平さんが、はい、なんかその、例えばあのゲイコミュニティの中で、普通にそこを映してるシーンがあるんですけど、多分他の人はみんな本当にそういう方なんですけど、違和感が全くなくて、溶け込んで。溶け込んでて、それがすごい、こんなに人って、まあ、彼って結構どの映画出ても、本当にしっくりくるんですけど、憑依してやっていくんですね。本当にこう見えちゃうんだと思って、で、後にインタビュー聞いたら、本当に好きだったって、あの瞬間はって言ってて、だから、すごい役者さんだなと思って、ちょっと、鈴木亮平さんに、一票ということでした。はい。はい。ありがとうございます。はい。おめでとうございます。芸人役だけど、ちょっとおねえすぎなかった。なんか感じが。確かに、ちょっとおねえっぽいなみたいな。俺はちょっとそこなんか見てて。確かに。芸人っていうよりもなんか、そう。なんかでも、その、そっちの人たちと詳しく、もしかしてこういう、その、いろんな、分かれてて。なんか、うん、でも、だってこう、芸人の人も、男性役、女性役があるらしいですね。ああ、なるほど。なんか、うん、じゃあ、その女性役、もしかしたらそうだったんですかね。そういうことか。実際、そういう描写も多分、そういうふうな感じで描かれてて、うん、いや、ほんとすごかったですね。こんな。いや、でもすごかった。うん、本当になんか、憑依型だよね。そうですね。すごいもの見せられたっていう。でも、現にね、今、いろんな賞で撮ってるもんね。うん、主演男優賞とか。ちょっといろんな人に見てほしいなということで。はい。はい。わかりました。はい。では、長谷川の主演男優賞、います。そして僕は途方に暮れるの、藤ヶ谷太輔さんでございます。素晴らしい。ゆうちゃん。来ました。ゆうちゃん。さん。来ました、藤ヶ谷君。これは外せませんね。いや、最初ね、イーサンハントにしようかと思ったんです。トム・クルーズし、かなと思ったんですけど、いや、待てよ、と。僕の心にはゆうちゃんが来たと思ってですね。はい。藤ヶ谷君ですね。いやー、ちょっと本当にあの映画は、トト・トヨエツと藤ヶ谷さん、この2枚看板。いや、素晴らしかったもんね。藤ヶ谷君って、自分はこの、そして僕は途方に暮れるの、ゆうちゃんでしか知らないんですけど、本当にキラキラしてるんですかね。そういや、すごいっすよ、キスマイ普通の。そうなんだ、ね、なんかそう。バカバカラグジバシのアイドルとかね。そうなんですか、ゆうちゃんしかいるイメージだろう。かっこいいけど、もう、あんなに影を。締めがちなふてくされ顔、うまいなたまんないね、なんか本当にもう腹から声も出してないような感じね、本当に気づくといないっていうね、逃げてということでございます。はい、そうか、みんな日本の、あ、そうか、そうか、本当だ、すごい、この映画、まあ、鈴木亮平はまあね、みんなが褒めてるから、うん、まあ、うちで賞あげなくてもいいかな、確かに、なるほど。大泉洋、藤ヶ谷君のこれちょっと一騎打ちですね。一騎打ちですね。はい、どうしようか。中国君も賞取ってないですか？あんまり。どうなんだ？いや、多分あんまり取ってないと思う。そうなんです、ね。そして僕はここに来る映画賞には絡んでない。あ、そうなんだ。俺らが大好きすぎるという。そうね。ちょっと個人的に思い入れもありますけど、ね。そう、自分たちを応援する。いや、ダメな人にしか響かない。そうなのか。もうすごいですよね。絶対、もう、そのな、キスマイ一つの中でも、めっちゃもう、めっちゃ人気ある。そうなんですね。いや、俺もそんなにダサい部分が一切ないくらいのイメージ。そうなんですね。キスマイ無線とか見たことあります？ちょっと見たことありますけどね。あれ、もう、ずっと1位をいっぱい取るみたいな。イケている。イケイケ。この映画で初めて藤ヶ谷君知ったから。そうですね。だから全然想像できないんですよ。私見てないんですけども。嫌なやつでしたね。でも愛おしい。いや、愛おしい。愛おしいキャラでもあるんだよね。確かに。愛おしいにも入ってくるかもしれませんね。いやだな、この秋田の映画大賞って考えると大泉洋ここに入ってくるんだよ。すごいんだよね。確かに。確かにね。確かに。大泉洋とジェイソン・ボーマーが並ぶってなかなか。すごいな。確かに。あれはちょっと長谷川さんの薬なんで、ジャンキーかな。確かに。いきますか。じゃあこれを。藤ヶ谷対大泉洋。藤ヶ谷さんファンもいるから。最初はグー、ジャンキー。ポッ！あ、来た！来ました！よし、じゃあ、強いなぁ。なんかジャンケンになると、そして僕は、とても強いね。強いですね。確かに。じゃあ、苦渋があるってことでしょうか。二冠ですね。二冠でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。藤ヶ谷太輔さん。さあ、では続いて、主演女優賞。主演女優賞、行きましょうか。はい。はい、じゃあ、クセさんお願いします。
はい、マーゴット・ロビーさん。わあ、素晴らしい。そうだね。そうだね。はい、本気のノミネートされなかった。あ、そうなんですね。はい、私はバービー4位に入ってまして、まあ、他にもその映画を見て、はい、バーって見て、その、あ、その女優さんとして良かったなっていうのがバービー一つだけでした。なんか、華やかな映画で可愛いっていうのがもう主でめっちゃもうそのバービーのイメージそのままこうきらびやかなんですけど、うん、やっぱちょっとその自分という存在バービーという存在が女の子たちを苦しむってだって分かった時の、はい、あの切ない表情を、いやー辛いね、そのね、もうなんか全然そんな立場感情移入できないはずなのに、うん、なんかすごい良かったですね、あの表情なんかね、うん、思いもよらないひどいこと言われた時の顔ってすごい顔しましたもんね、うん、なんかすごいそこでめっちゃ言葉発してないけど、うんうん、来たし、はい、そこからのいろんな頑張りもそうですね、うん、音量を演じるってすごい難しかった、うんうん、ね、なんなく悲しいだったんですね、うん、素敵でした。はい、アモトロビーでは武田さん、はい、はい、ターのリディア・ター役ケイト・ブランシェットで、ケイト・ブランシェットはいはい、なんか主演男優賞とかなんかでえらい違う本家の明るい賞みたいな流れでガチな感じでそれはされてます、されてないですよね。えっ、ターは去年、あ、去年かで、あのミシェル・ヨーに負けたっていうわけわかんないと思う。ああ、うん、そうか、いやでも本当に良かったっていうか、そのハラスメントをしてるっていろんな人にこう怒られて、で結局それに翻弄されて、彼女は彼女自身で言うだけなのにどんどんこう落ちていくみたいなやつなんですけど、映画も3時間あって、うん、それも飽きさせないっていうか、なんか目がね、とにかくこう戸惑ってる表情がすごい印象的な、自分は本当に音楽が好きでやってるだけなのに本当に蹴落とされて地に落ちていく様をこう見せてくれたっていうのが良かった。過去の偉大なる音楽家なんてあんな感じだよね。そうですね、なんか惨めになる様をこう表現してくれたのがすごく良かったなっていう。そうですか、はい、ケイト・ブランシェットって結構こう揺るぎないこう自信とか、そうあんまり目が泳ぐイメージがなかったんだけど、うん、そういう意味でもすごいですね。大きな印象しかないのに、うん、それを描けるあの人の力みたいなところがすごかったですね、はい、幅広さを見せつけたということでしょうか。はい、じゃあ私いきます。これはちょっと対抗するような女優の名前になっちゃいますけども、オリビア・コールマンですね。エンパイア・オブ・ライト。どうしてのこの主演女優賞を取るの？キアニ・ガチ。マジやな。キア・コールマンよかった。オリビア・コールマンめちゃくちゃ良かったんですよね。本当に僕は映画の冒頭で、映画館の、まあ、ライトをつけていく、電気をつけていく。あそこからね、なんだったらもうちょっとこのシアリーにちょっともう恋するぐらいの、なんかこう親近感っていうかね、覚えるような感じで。で、ラスト、まあまあ、笑顔という感じで。いや、良かったですね。良かったですね、シアリー。男の子の恋しちゃって、でそれで、まあ、振られてるわけじゃないんだけど、ちょっと距離が離れていく時の、あの戸惑ってる顔とかも、なんかちょっと惨めさがすごい伝わってきて、よかったですね。ちょっとね、少女のようなね。ちょっと惨めさあったよね。惨めさ。俺辛くて見てらんなかったんだよね。うん、そうそう、だいぶそこはね、心をえぐる作品でもあったということですね。うん、さあ、主演女優賞出揃いましたけども。これはすいません。3人で選んでください。なんかみんないいもんね。ラビア・コールマン。ロビー、でもなんか、マーゴット・ロビーなんかなと思ったりもするんだよな。うん、そうですね。まあでもやっぱバービーには、ちょっと一回送りたいですね。バービー強かったからな。みんなハマったんで。そうなんですよね。そうですね。本家ちょっとね、マーゴット・ロビー無視されちゃったんで。なんで言われるかなっていう。何なんでしょうね。他にもね、やっぱいい作品がいっぱいあるから、ライアン・ゴズリングが怒るっていう。うん。怒ってるさ。そうだな。あの、あれ、なんだっけ、ライアン・ゴズリング。ケンでしたっけ？ケンとして怒ってるからですよね。確かに。ケンとして怒ってる。たまにピンクの服着て、表彰式出てるらしいですからね、ケンが。へぇー。多分怒ってるのかなんかわかんないですけど。あ、そうなんだ。はい。ライアン・ゴズリング。もう、ケンになっちゃってますね。そう、なっちゃってる。はい。じゃあこれあげますか。ね。はい。マゴトロビーさんおめでとうございます。おめでとうございます。遠く離れたしね。藤原君と並んでた。すごいね。マゴトロビーさん。マゴトロビーさん。すごいね。はい。ということで、じゃあ続いては、監督賞。はい。ですね。ましたね。はい。
では第2回秋田で映画大賞監督賞の発表です。くすいさんお願いします。では映画じゃないと思うんですけど、ファーストスラムダンクが1位なんですけど、そうなると普通に井上武彦、井上武彦いいでしょうか。いや、いいでしょう、いいでしょうか、面白い。これはいや、私わかんないです、その映画がそこまで詳しくその制作について見てるわけじゃないんで、うん、でもまあ監督って言って名前出てくるのがあるじゃないですか、はい、その漫画も読んで、まあ、映画を見るために最初に漫画を読んで、うん、で漫画めっちゃ面白いってなったんですけど、はい、まあ、この漫画のこの話がこんなに面白くなるかって、って期待していったけど、もう何倍も何倍も何倍も、奥行きがね出てましたもんね。はい、その漫画で描かれてないエピソードもプラスがあったんですけど、まあ、それよりもやっぱそのなんだ、その漫画でも見てるシーンがこう描かれるんだっていうのがし、原作があると落ちますもんね、ちょっとね。そうなんですよ。なんか映像化とかになると。でも私だけじゃなくみんな上がってるんですよ。上がってるよ、確かに。かった一コマに対する解釈というかね、うん、三の線の三のメンバーが違っているところのやり方とか、何回も映画見て漫画もう一回見てまた映画見ても、繰り返し繰り返し楽しめるというね、はい、確かに井上武彦先生の説得力もあってね、ザ・ファースト・スラム・ダンクが完成したということで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、武田さん監督賞の発表お願いします。はい、本当これはちょっとフェーブルマンズのスティーブン・スピルバーグです。おー、ありがとうございます。ちょっとなんか、あれ撮ってないですよね、この人。撮ってないですよ。撮ってないですよね。無冠だったの。撮ってません。あげようよ。はい。これは。いや、本当あげるようだよね。そう。うん、他に誰撮ったんでしたっけ、なんか思い出せないけど、でも。あるある。あの、面白くない映画の、エブリシング・エブリオ・オールアット・ワンスさん。ああ、そうか。僕は好きです。僕は好きです。僕も好きです。僕じゃない。誰が撮ったんだよ、その人。確かに。ラッキーフォーグにあげてくださいよっていうのもね、ですよね。なのでまあ秋田で映画であげたいですね。はい、時代は流れもありというんですかね。はい、すごい並びがピーじゃない。いやーちょっと井上武彦スティールズさあここで3人目のノミネーション、はい、よし、監督賞発表します。ビム・ベンダーズです。あー、はい、ファイトデイズのね、はい、っていうのも僕はビム・ベンダースの映画は、ファイブ・デイズ初めて落ちたんで、あんまりよくわかってないんですけれども、ただなんかまあ、ドイツのね、監督さんなんですけど、日本語、なんか、なんていうの、こう、いわゆるこう、あ、これ海外の人が作ったんだなっていうことを、強く思わせすぎない、はい、ちゃんと日本のことをリスペクトがあり、でもちゃんとそのベンダー色といいますか、そこもこう入れつつ、すごいこうなんていうのかな、僕はちょっとカラフルに感じた映画だったので、そういうちょっと色彩をともすれば日本の人が撮ってしまうとちょっと、例えば街がね、街とか日本の街の風景ってちょっとこう雑多っちゃったりするじゃないですか、おしゃれな感じはあんまなかったりするじゃないですか、でも展示ってやっぱ海外ってヨーロッパとか特にやっぱ街とかってすっきりしてるように見えたりするわけなんですけど、そこをなんかやっぱりこうすごくね、こう統制の取れた感じに描いているというのはさすがっていう感じでございまして、よかった、選ばせてもらいました。はい、さあどうしましょう。じゃあじゃん、いや俺、そう、パーフェクトデイズ見てないから何とも言えないです。あ、そうか、そうですか、ね。ここはちょっと2人で見た。2人で決めていただいて。いや、パーフェクトデイズ見たからな。パーフェクトデイズですね。でもね、俺、フェイブルマンズもね、いいよ。最後の、ほんと最後、ほんとそこそこラスト新章って。そう、ラスト新章、これ、フェイブルマンズ。そう。あそこね、クイッっていう。かわいいし、なんかかっこいいし。あ、そうですね。レジェバタだったとかね、また悩んだんですけど、レジェバタと悩む、ね、あ、でも確かに一つぐらいは賞あげたいですね。ね、レジェンドに。でもビン、パーフェクトデイズな、でも長谷川さん去年のね、1位だから1位にはしましたけどもね、いや、ほんとそうですよ、去年見てたら自分去年1位です。まあ、森川さんも出ていただいたってことで、はい、コンタクト込みで、じゃあはい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ楽しそう、ビム・ベンダーズ、ビム・ベンダーズ、ありがとうございます。はい、すごい。では、
続いて最後ですね、作品賞の発表でございます。作品賞、はい、え、これ作品賞の発表、まあまあこれは映画大賞っていう、映画大賞をあげたい、はい、そうですね、はい、じゃあ行きましょう。まあ、被ってくるところもあると思いますけども、はい、では第2回秋田で映画大賞作品賞の発表です。楠井まりかさん、お願いいたします。ファーストスラムダンク、ありがとうございます。これ不動でしたね、すいません、はい、ね、はい、うん、はい、もう語り尽くした、ね、はい、ベスト10でも語りましたからね、はい、監督賞でもあるということですね。さあ、それでは4位生が来るのかな、わかんない、はい、第2回秋田で映画大賞作品賞の発表です。宮野さん、お願いいたします。はい、交換ウソ日記です。お願いします。マジ、はい、本当にちょっとこれはあの見てください、嘘だと言って、桜田ひよりちゃん可愛いこと見てくださいしかこれはもう言うことがないですね。まあ見てください。これは今まで一切その何にも出てこなかったんですけども、あ、でもベスト10の、ベスト10の4位か4位になる、5位とかなんか6位とか中間、中間じゃないですね、はい、でもこれはとにかく作品賞取らしたかった。でもなんか当時武田くん、千木良くんの方がハマってなかった。千木良くんはあの高橋恭平くんに多分心奪われただけで、あの作品としてはあの交換ウソ日記、うん、いや、いい映画だったよね、はい、そのあのその今までのキラキラ映画の集大成的なものも、うん、あのあったかもしれないですね、うん、そのとにかく見てください、これはこれ、うん、僕が全くキラキラ映画見る気してないんですけど、はいはい、そういう人に対してはどういうところをお勧めしたいとか、あの長谷川さんは多分嫌いなタイプだと思うんですけれども、はい、あの使われている音楽がキラキラ映画で絶対使わないような音楽などを散りばめられていたりとか、うん、そのイースタンユースとかそんなんだって絶対キラキラ映画出てこない、うん、マキシマムザホルモンとか、なんか放送部の話なんですけれども、ああ、そうなんだ、それの、あの例えばちょっと間違えると、うん、そのちょっと芸術っぽくもできたりするんだけど、うん、そのバランスがすごく良くて、導入はキラキラ映画なんですけど、あのいい映画にまで落とさない、うーん、ちゃんとキラキラ映画のまま保って最後まで終わったっていう、あのところの綱引きがすごく良かった、素晴らしい、絶妙な塩梅だったよね。そうなんですよ。で、2年前ぐらいのキラキラ映画でちょっと芸術に寄りすぎたなっていうのもあって、うん、そこまで行ってないから、うん、本当にキラキラ映画の最高峰としてちょっとぜひ君臨してるわけです、これ君臨して、交換ウソ日記か、はい、ぜひ見ていただいて、あの一本取りたいぐらいの勢いなんですね、はい、もうじゃあこれ作品賞取った暁にはもう見るしかないですね。そうですね、はい、はい、ぜひ、はい、ありました。じゃあこれはすみません、僕もあのごめんなさい、監督賞と、うん、一緒になりますけども、作品賞はパーフェクトデイズと、ありがとうございます。そうです、はい、ここはちょっと、セットになりましたが、いいするか、じゃあちょっと、はい、あの見てほしい。まあでも後からご批判が、ご批判受け止めがいい。秋田で映画大賞というよりは武田映画大賞、武田映画大賞そうですね、ちょっと、はい、やってしまいました。これって本間さん見てるのかな、見てないか、見てるわけない、見てないと思います。はい、はい、本間さんがちょっとね、あの欠席ということなんで、はい、また本間さんが絡んでくるとまたね、いろいろ変わってくるかもしれませんけども、うん、まあどうだろう、これちょっと審議だな、そうですね、難しいな、難しいな、難しいですね。まあここまで取って作品賞だけ発表しないで終わるってなあ、これどうします、うん、でも正解はスラムダンクなんだけど、スラムダンクはおっとしの映画だから、そうなんですね、今回、うん、これでもあれですよね、本間さんも考えてくれてたりするわけです。あ、確かに、だとしたら、はい、ってことは今までトッピーちゃんが全部無駄になるから、いや、あの作品賞だけ、あ、作品賞だけ、うん、ちょっと本間さんも入れて、入れてというかその、はい、聞いてもいいですし、うんうん、ええ、そうだね、ちょっと次まで持ち越しかな、うんにしようかな、ね、うん、最優秀作品賞じゃあ保留ということで、ね、気になりますけどね、ちょっと見てほしいですね、はい、うん、撮ったら見ます、じゃあ、はい、ここまで撮ってまさか最後発表しないということで、はい、なんですね、第2回秋田で映画大賞の作品賞は神口さんでした。いやちょっとね、非常に充実した、はい、面白かったですね、映画大賞でございましたね。で、僕はほら、第1回の映画大賞は3人だったんで、そうですね、そうですね、2人増えたということでね、厚みも増したのではないでしょうか。はい、はい、
じゃあ、あとは音声が取れていることだけを願っております。あの、大丈夫ですか、録音されてます。録音されていることだけを私は、一応、はい、言うわけでございますけども、その説は、はい、さっき、交換書に語ってた人と思えないようにね、として、一応ね、同じこと。では、じゃあ次回、またお会いしましょう。はい、秋田で映画大賞でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よいしょ。